こんにちは、レビチューブです。お腹の保湿ケアをしないといけないって分かってたんだけど、うん、その時は、うん、そうなんだっていうぐらいでしなかったんだよね。そうなんだ、何もしなかったんだね、うん、でも妊娠9ヶ月ぐらいかな、お腹を見てみたらピキピキピキって妊娠線ができてるのに気づいて、うん、え、嘘やんと思って、うんうん、ショックでした。ショックだよね。ショックでした。その時に初めて、あ、ちゃんとお腹のケアしとけばよかったって思いました。そうだよね、うん、まあ、ケアをしてても妊娠線ってできることもあるけど、うん、まあ、何もしないよりかはね、うん、してた方が、うんうん、いい気がするな。いつ頃つわりが来て、いつ頃からお腹が出たっていう記録を全然つけてなくて、うんうんうん、後になってちゃんと記録つけてればよかったって思った。私も全然つけてなかった、うん、あ、そうなんだ、うん、2人目ができた時に読み返せてね、参考になるしね、うんうんうん、子だくさんじゃない限り妊娠って人生でそんな経験することってあんまりないし、出産の痛みや妊娠中の辛さって忘れちゃうから思い出になるよね。そう、産んだらなぜか忘れちゃうんだよね、うん、忘れちゃう、うん、それに妊娠中って結構情緒不安定になって、うん、ストレスを結構感じちゃったりするから、うん、文章に書くことによって気持ちの整理もできそうだよね、うん、マタニティフォトってなんかスタジオで撮るっていうイメージが強くなって、うんうんうん、でお金もかかるし、なんか人に見られて恥ずかしいなって思っちゃって、うん、なんかできなかったんだよね。そう、私もそうなんだよね、めちゃくちゃデメソだったから、うん、なんか恥ずかしいって思ってだけど今 SNS でなんか検索したら、なんかお腹にペイントしていたり、お腹の周りに飾り付けをしていたりして、なんかとっても可愛くしてるよね。可愛 い、めちゃくちゃ可愛いよね。可愛いよね、したかった。そうなんだよ ね、お家で撮れるから全然人の目も気にしなくていいよね。そうそうそう、うん。